ロバート・ダドリー帝心とは朝廷に使える進化、または頻繁に宮廷に列している人物。本校では主に校舎の意味で用いる。歴史的に見れば、最初期の帝心とは支配者の従者の一部であった。かつて宮廷は君主の住居であると同時に政府の中心でもあり、社会的及び政治的生活が分別されずに完全に混ざり合っていたこともしばしばあった。 ペルシア人の帝身の肖像君主は重要な貴族が、宮廷で彼らの一年の多くを費やすようになることを強く望んでいた。帝身には、聖職者、兵士、初期官、秘書、代理人、雇用商人といった、宮廷で働いている人間も含まれていたため、すべての帝身が貴族だったわけではなかった。東洋の場合と同じく、 宮廷での役職を得たものはすべて帝臣と呼ばれる可能性があるが、すべての帝臣が宮廷で役職についていたわけではない。宮廷の役職を持たない君主の個人的なお気に入りは、カマリラと呼ばれることもあり、帝臣とみなされていた。古代や中世では最初はそれほど厳格でなかった身分制は次第に進み、宮廷では庶民とそれ以外の身分のものとの差は、 はっきりしたものになっていった。そんな中でボンタンは庶民の出でありながら、ルイ14世の第一次重となり、貴族世の中で確固とした地位を築いた。帝信にとって最重要なのは、情報とアクセスであり、大規模な宮廷は、それが多数の段階に分かれていた。このため、宮廷で出世街道を歩んだとしても、実際には、 君主との直接の接触がないことも多かった。ポンパドゥール夫人最も大きく、かつ、最も有名な、ヨーロッパの宮廷は、政治のベルサイユ宮殿のものだが、北京の資金城で営まれた、それは、さらに大規模で、さらに国民生活からかけ離れたものだった。このような特徴は、インドの諸君主、イスタンブールのトップカップ宮殿、古代ローマ、コンスタンティノープル、 バグダードやカイロのカリフを含む非常に強大な君主の宮廷でも同じように見られる。中世初期のヨーロッパの宮廷は君主が巡行するため頻繁に場所を移した。これは特に初期のフランス宮廷に当てはまった。ヨーロッパの貴族は一般的に独立した権力を持っており、18世紀頃まで君主の権力が弱かったためヨーロッパの宮廷生活はより複雑になった。 最初期の帝神とは、単なる支配者の側近や、従者の集まりを超えた、宮廷と定義可能な存在の出現と時を同じくする。アッカド帝国の宮廷は、おそらく最初期の帝神が存在した場所の一つであり、その後の数千年間宮廷に存在することになる、借人用な感触の存在がその証拠である。一般的な帝神という概念に近い初期の用語としては、 シガッシリア王国のシャーリシュとマッツァズパーニュがあった。古代エジプトでは上級のカレー、または家の大監督と翻訳される称号がある。メディア王国やアケメネス朝などのシガッシリア帝国の宮廷の影響を受けた宮廷には多数の帝臣がいた。アケメネス朝、ペルシアに侵攻した後、アレクサンドロス大王は高度な宮廷制度をマケドニア王国に持ち込み、 ヘレニズム時代のギリシア世界にそれは受け継がれた。コンスタンティノープルで営まれた東ローマ帝国の宮廷は最終的には少なくとも1000人の帝神が含まれるほどになった。この宮廷制度はバルカン半島諸国、オスマン帝国、ロシアなどの他の宮廷にも影響した。政治用語としてのビサンチン風、EN、ビサンティーヌザムという言葉は 後世に複雑な宮廷の健忘術数をイメージした造語である。ウォルター・ローリー狂現代文学では、廷心は、しばしば不誠実で、お世辞と陰謀に熟練し、野心的で、国益を尊重していないと描写されている。より前向きな表現としては、礼儀正しさと芸術の発展において、宮廷のメンバーが果たした役割が含まれる。フィクションの廷心の例。ありがとうございます。